ウッドデッキ Q&A。 デッキの設置場所にエアコンの室外機があるのですが、どうしたらいいですか？一級建築士のよっちゃんです。社長のカリアです。二人で疑問にお答えします。デッキを設置したい場所にエアコンの室外機があることはよくありますよね。エアコンの室外機は一般の方では難しいですが、専門であれば簡単に動かせますよね。はい、もう専門家であれば、このお宅を見ていただくと分かりますが、ちょうど既存のウッドデッキの上にエアコンの室外機が乗っかってたんですね。で、きっとこれ最初に作るときに大工さんが、本当は電気屋さんを使ってウッドデッキの室外機を下に下ろさないといけないのに、大工さんがちょっとそれが面倒で、自分だけで工事やろうと思って室外機をデッキの上に置いちゃったようですね。で、これだとデッキの中に室外機があったら邪魔ですから、外に下ろすべきだと思って、今回の工事のお宅の場合はうちの方の電気のスタッフがちゃんとウッドデッキの外側に置いて、工事をしました。で、見ていただくと分かりますが、このしっかりウッドデッキの真横に室外機を置いて綺麗にデッキを仕上げました。視聴ありがとうございました。たくさんの施工事例がございますので、ウッドデッキのサイトを PC は左上、スマホは右上のバナーをクリックしてご覧ください。ホームページのアドレスはこちらです。 cbrbk.com/wooddeck.html で検索してください。フリーダイヤル 0120-041-301、 お電話お待ちしております。